タクな殺し屋トラビスがひょんなことから全米殺し屋ランキング11位に認定され、1位を目指しランキング戦を戦い抜くという殺し屋青春ストーリー。 Wii 独自の機能を見事に取り入れた操作性や、本誌でもおなじみの須田剛一氏のこだわりが至る所に散りばめられた世界観が魅力的な作品だ。トラビスの前に立ちはだかるランカーたちもこだわりが感じられる個性的なキャラクター揃いだ。今回はその中でも序盤、中盤、終盤で苦戦を強いられるこの3人を紹介しよう。It's game time!最初のランカーは8位の忍。忍は日本刀を操る女子高生剣士。素早い動きや刃を飛ばすソニックソードを繰り出す強敵だ。ソニックソード。ランカーはそれぞれガード不能の技を持つ。赤く光ったら要注意だ。忍が刀を振り回したら、その終わり際が攻撃のチャンスだ。遠距離攻撃のソニックソードはガード不能だが、左右どちらかに避ければ反撃の糸口となる。他のガード不能の技も発生後は隙が大きいので、光ったら距離を取り一気に攻め込もう。さらに有効なのは回り込み移動からの攻撃だ。これはロックオンした敵の攻撃をガードしたら、素早くスティックを左右どちらかに入れることで発生する。隙だらけの敵に連続攻撃できるので積極的に狙おう。忍の動きをよく見て距離を取りながら戦おう。順調に攻撃を重ね、忍の体力を削っていくとソニックソードを連続して繰り出してくる。連続ソニックソードは一度当たると回避は難しく、即死もあり得る強力な大技だ。真横に移動、もしくは緊急回避で避けよう。あと一息まで追い詰めても油断は禁物。忍が刀をこのように構えたら、強力な乱舞攻撃を繰り出してくるので、とにかく離れること。この乱舞攻撃はハートほぼ1個分のダメージを受ける超大技だ。離れていてもこの突進は射程距離が長く、スピードもあり当たり判定も大きいので、緊急回避を必ず行うこと。そして忍を撃破。次のランカーは4位のハーヴェイ。ハーヴェイはさまざまなイリュージョン攻撃を仕掛けてくる天才マジシャンだ。消えたり現れたりと立ち回りも手強い。鳩を飛ばしてくる攻撃はガード不能だが、横移動で容易に避けられる。ハーヴェイ戦も忍と同様に敵の攻撃の終わり際を狙うのが基本となる。回転攻撃は間合いが近いと当たってしまうので、距離を保ちながら戦おう。
回転攻撃の終わり際は絶好の攻撃チャンスだ。もちろん回り込み移動からの攻撃も有効だ。ここまでは問題なくハーヴェイの体力を削ることができるが、ハーヴェイは瀕死になると大技のショータイムを繰り出す。この青白いスポットライトを浴びるとショータイムが始まってしまう。逃げ切れずライトに照らされるとマジックでおなじみの箱に入れられる。アシスタンス。 Now look, look carefully. アシスタンス。 It's showtime. そしてコマンド入力の指示が出るが、これに失敗すると、しかし画面の指示は単純なものなので、落ち着けば難なくこなせるだろう。入力に成功すれば脱出成功。そして何事もなかったかのように戦闘再開。ハーヴェイの特徴的な技に天地反転の技がある。この技は左右の操作が逆になるという厄介なものだが、反転させた直後が攻撃の狙い目だ。そしてハーヴェイを撃破。最後のランカーは2位のバッドガール。バッドガールはバットを振り回す猟奇的な処刑人。その見た目とは裏腹にランク2位だけあってかなりの強者だ。このようにバットを構えている時は当て身技なので、手を出さずにやり過ごそう。通常攻撃をガードして回り込み移動からの連続攻撃を狙おう。片手でバットを回してきた後はガード不能の技が来るので、緊急回避で避け反撃に移ろう。バッドガールの体力が半分ほどになると雑魚敵を撃って飛ばしてくる。この攻撃はタイミングよく A ボタンを押すことで打ち返すことができる。またその際に雑魚敵にうろつかれると厄介なので先に倒しておこう。バッドガールが座り込み泣き出した時は要注意。バットを片手に持ったまま泣いているときはなんと嘘泣きなのだ。そうとも知らず近づいてしまうと即死攻撃を受けてしまう。まずは接近しないで待機し、泣き止んだ時に攻撃しよう。再び泣き出したバッドガール、バットを離し両手で泣いている時は本当に泣いている時なので容赦せず攻撃しよう。
バッドガールの体力が一定以下になるとバットに火をつける。バッドガールの本当の強さはここからだ。まずガード不能のジャンプ攻撃をしてくる。これは緊急回避で避けよう。そして雑魚敵を飛ばす攻撃もトラビスが打ち返した敵をさらに打ち返してくる。しかしタイミングをつかめばさらに打ち返すことができるのだ。ジャンプ攻撃以外は火をつける前と同じ動きなので、冷静に攻撃を避けダメージを与えていこう。そしてついにバッドガールを撃破。これで残るランカーは1位1人のみ。全米1位になる日は近い。フォースを信じよう。いざ狂い咲きの園へ。